どうもボロクハです。ここは常磐線で千葉県一つ目の駅松戸駅です。今映像に出てきている車両は E231系15両編成。関東を走る15両編成は基本的にクロスシートがあったりグリーン車があったりとしますが、常磐線の E231 系15両編成はオールロングシートでグリーン車もなく真の通勤型電車と言えます。同じ常磐線を走るセミクロスシートグリーン車付きの E531 系は15両で定員1984名なのに対し、この E231 系通称緑快速は2370名、400名近くも多いのです。意外に大きな差がありますよね。この E231 系15両編成は日本一輸送力の大きい車両とされていて、まさに通勤型の星です。今回はこの車両を使用したネタで日本一輸送力の大きい通勤電車の力を最も余している運用に乗ってみようと思います。その車両は常磐線の中でもトップを争う謎列車です。乗車するのは松戸16時4分発の快速砦行き、当駅始発と書いており、つまり松戸始発砦行きということで短距離列車となっています。松戸駅砦方面の時刻表を見てみましょう。当駅始発の列車は赤丸がついているのですが、1日に数本しかありません。松戸砦間のみを走る快速列車は1日にわずかしかありません。松戸車両センターから出庫する運用です。こちらが日本一の輸送力を誇る E231 系常磐線。しかし10両しかつないでいませんでした。10両だと日本一の輸送力とは言えませんね。半分くらい動画を進めるとこの列車がいかに謎かがわかると思います。車内はこんな感じ。どこの車両に乗ってもオールロングシート。これが輸送力日本一の通勤電車ですよ。グリーン車、クロスシート、トイレはなく、デッドスペースなんてものはありません。とりあえずまだ10両編成ですが、ずっと先まで通路が続いています。これが15両編成だと思うとこの車両の凄さが理解できます。砦まで快速で、途中柏、我孫子、天皇台のみに停車。砦までは20分ほどで着くのですが、その途中に面白いことが起こります。3分前に快速の砦行きを先行させるので、松戸始発の車内に乗客はわずかです。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線快速砦行きです。次は柏です。
小駅は2番線の到着です。お出口は左側でございます。次の安比古駅におきまして、前よりご利用連結をいたします。また、次の安比古駅におきまして、後から参ります。特急列車の通過待ちがございます。連結作業終了後、また特急列車、通過の後23分の発車でございます。5分ほど停車をいたします。安比古駅の発車23分。列車は松戸から2駅目、安比古に到着。車内放送でもありましたが、なんと安比古で5両付属編成を増結するらしいのです。安比古と砦の間のみ15両編成になるというびっくりな列車でもあります。そもそも松戸からでも乗客はわずかだったのに、ここで空車を5両増結するので、全体の乗車率はもっと下がってしまいます。安比古から乗る人も少なく、まさに輸送力の無駄遣いです。ただこの運用方法、仕方ないといえば仕方ないのですよね。後ほど簡単に説明します。付属編成に移動、この有り余ったスペースを存分に使います。約2300名の定員のうち乗客はおそらく50名ほどだと思います。この形式の15両編成を使用した、おそらく最も乗客が集まりにくい列車なのではないでしょうか。なぜ安比古で増結するかというと、夜ラッシュに対応するためですね。5両編成は安比古の留置線で昼寝をすることが多いことから、安比古で増結しているものと思われます。安比古では特急の通過待ちも兼ねていて、増結にちょうどいい時間を確保されています。本当は日本一輸送力の大きい通勤電車が最も活躍する列車に乗ってみたみたいな動画にしたかったのですが、それだと密な列車に乗ってしまう上に乗客が多くて撮影をするなんていう状況ではないと思ったので、逆にこちらを紹介しました。まもなく終点の砦です。藤代、土浦方面と関東鉄道常総線はお乗り換えです。今日も JR 東日本を終点の砦に到着。折り返しは上野東京ライン直通の品川行きということで、これから夜ラッシュの始まりですね。無駄遣いなんて言ってしまいましたが、これからこの車両が本領発揮するので、決して無駄になっているわけではありません。どこまでも続く通勤電車、とてもかっこいいです。以上、常磐線の謎列車の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。